Bluetooth なんか動画が長いとかって言われて、早く核心に触れてくれみたいなあるんですけど、まあまあ一応流れがあるので、Bluetooth できます。線がつながってない状態で、 Bluetooth ってどれぐらい普及してんだろう、みんな当たり前のように使ってんのかな。はい、まあ私は iPhone を使ってますので、設定画面ですね、設定画面で Bluetooth を、出してもらって、これをオンにしてください。はい、そうすると、このようにブロックパーティーライブって映るかな、ブロックパーティーライブって出るから、これを押せば勝手にもつながると。おお、早い、もうつながりました。で、小ネタなんですけど、今陽介管理員が、Bluetooth で接続してます。で、他の人がそこに割り込もうとしても、もう一番最初にやった人が優先になりますので、割り込めないようになってる。で、変えたいときはこの Bluetooth ディスコネクトっていうのを押してください。ちょっと長押しみたいな感じかな。2秒とかだったかな、3秒か。そうするとこのペアードっていうのが消えます。今ペアードっていうのがついてるってことは、誰かが接続してるっていう、繋がってますよっていうことになります。はい、じゃあ実際、音源を鳴らしてみたいと思います。こうですね、もう線は繋がってないですよ。まあ Bluetooth の自慢今更するのどうなのかなっていう話もありますけどね。はい、よいしょ。ああ、ボリュームが、いうことですね。まあ、Bluetooth の解説なんてあるか、今更って感じなのか。はい、いう感じです。で、あとはまあ実際にですね、もうお気づきの方もいるとは思うんですけど、どう？こいつですね。はい。ブロックパーティーライブの最大の特徴です。こいつ。はい。これは何かというと照明ですね。はい。だからパーティーなんですね。ひたすらもうこれはパーティーをやるためだけに生まれてきたサイボーグと言っても過言ではないですね。そういう楽しくもあり、悲しき定めを持って生まれたという、いう感じですね。はい。で、ちょっと光らしてみましょう。で、ライトモードっていうのがあります。これを、まず説明しておきます。ライトモードってあって3つあります。で、オートは勝手に光ってくれます。はい。デモとかでもいいし、とりあえず光らしたいって人はオートでいいです。あと、ビートシンク。なんと、曲に合わせて光ってくれると。これすごいですね。で、この APP モードって、ま、アプリなんでしょうね、これ。アプリモード。はい。いうことです。で、これは後ほど説明します。はい。では、ちょっと光らしてみましょう。これすごいよ、皆さん。ちょっと曲を、それっぽいのをかけてですね、ビートにちゃんとシンクしてるのかどうか、皆さんの、耳で確かめていただくという感じでいきましょうか。ちょっと待ってくださいね。テンポ早いやつ。まあ、いっか、これで。じゃあ準備 OK なのでちょっと光らしてみますね。いきますよ。おお、眩しい。こんな感じですね。どうですかこのパーティー感。
こんな感じですね。今はオートになってるのか、今もビートシンクになってますね。オートの場合は、こういう感じでビートにシンクすることもなく普通に、こんな感じですね、はい。で、眩しい、ビートシンクモードにすると、普通にですね、ちょっと待ってください。むっちゃ暗闇になってるし、あれ？ちょっと待ってくださいね。あれ？曲が流れなくなっちゃった。なんでだ。よしよしよし、こうやってビートにシンクして、っていうですね、もうなんていうんですかね、もうアメリカ人でしか作れないみたいな、これ日本人には作れないでしょうね、このぶっ飛び感。はい。で、実はご存知の方も眩しい多いと思うんですけど、ミニチュアバージョンみたいなパーティーオンっていうやつがあって、で、まあ、それをもっと本格的にガチのパーティーを行いたいという場合はもうこれで一部屋賄えますので、で、あと野外とかでも結構綺麗に光が届いたり、しますので、野外でも大丈夫。